俺はエンジ、そこそこ有名な配信者だ。じゃあ今日もやってくよ。もぶみさん、スパチャありがとう。愛してます。クロハさんもいつもスパチャどうもです。愛してるぜ。ふう、今日も終わりっと。お疲れ。はい。おいサメ、サンキュー。まだ起きてたんだ。お風呂入りたかったけど、シャワーとかの音聞こえたらまずいかと思って起きてた。あ、そうだったんだ、ごめんな。慣れっこよ。同棲している彼女のことは公にしていない。プライベートのこと話さないスタイルだし、聞かれないし。配信だけでなくイベントも絶好調。今日なんとあのエンジさんがゲストに来てくださいました。どうも。チャット欄も盛り上がってますよ。おお、1万円のスパチャ、クロハさんからです。おお、クロハさん、いつもありがとう。愛してるぜ。出ました、愛してる。エンジ君に今日も愛してると言われた。やだわ、こんな大勢の前で。でも嬉しい。もう一回赤スパ食っちゃおう。エンジ君が出てるイベント盛り上げなくちゃ。うん、誰エンジって。一般人呼ばれても人気実況者ね。エンジ君の活動を邪魔するやつは許さないわ。エンジ君、お疲れ様。またぜひ出演お願いしますね。ソラさん、いつもありがとうございます。翌日はサイン&握手会。いつも見て見て、ありがとう。そのいつもスパチャで言ってくれる、あれ言ってほしいな。え、ああ、いいですよ。愛してるぜ。キャー、また告白された。もう結婚も秒読みね。はい、どうしてくださいね。愛してるぜ。そんな時、徹夜配信。ああ、いろんな大物モナチューバーとの大人数コラボなんだ。大丈夫なの？この日って通常配信もするんじゃ。なんとかスケジュール合わせるよ。だが、しまった、機材トラブルで飯食う暇ね。すみません、遅れました。エンジさん、よろしく。ああ、しまった、ボンミス、すいません。うん、飯抜きで朝から晩まで配信はさすがに無理だったか。エンジ君、頑張って。頑張れ、エンジ君。わさびさん、アシストあざっす。私が見守ってるからね。ああ、これ食べて。フェイサーメン、ありがとう。今の何？イサメ誰？今の声さすがにお母さんじゃないだろう。すみません、隠してるつもりはなかったんですけど、彼女です。うえー、嘘、やば。彼女出して。夜食作ってくれたんで食べますね。いただきます。お、うまっ。裏山、うまそう。めっちゃいい彼女、よかったね。嘘でしょ。じゃあ今までの愛の告白は何だったの？私をもてあそんでたの？彼女バレはしたものの、特にイベントとかに支障はなさそうだ。彼女いないって嘘ついてたわけでもないし、普段通りにしてれば大丈夫だよ。でももう寝不足配信はダメよ。またああいうミスしちゃうわよ。はい、気をつけます。でもうどん超うまかった。まったくもう。だが、裏切り者許さない。え、なんだこれ、怖っ。こういうメッセージは覚悟してたけど。謝る詐欺師、人出だし。うわ、スルーして DM の受け取り設定も相互のみにしたが。じゃあ今日の配信は、私のこと愛してるって言ったくせに、嘘つき。別れろ。ゲーム配信してる暇あるなら謝罪しろ。うわ、1週間後。エンジ君、しばらく配信お休みってツイート見たけど大丈夫？トラさん、それが、そんな人が。さすがにスルーできない量になってきてブロックしたんですけど、別のアカウントから同じコメント連投するからキリはなくて。面白がって嵐に便乗するやつまで出てきて。そうなんだ、しばらく様子見だね。はい、すみません。でも活動休止したわけじゃないので。うん、落ち着いたらまたよろしくね。このままじゃ活動にも支障が出る。来月もイベント控えてるのに。ヘビー。え、なんだ通知が。鉄のアーカイブ見てる？鉄の配信見てんだけど。あれどういうこと？鉄ってあのモノモス系の？鉄の生配信のアーカイブを見ると、鉄のお悩み相談室、今日はなんととんでもない方からの相談ですよ。こんにちは、お名前は？クロハと申します。私、エンジに浮気されたんです。なんだ。はぁ、エンジといえば先日配信中に彼女バレたばかりですが、浮気もしていたということですか？はい、彼女の存在を隠して私に手を出してきて。彼女バレした途端、私のメッセージを無視するようになったんです。これはまずいですよ、エンジさん。何でたらめ言ってんだこの女。この放送の後、俺が浮気相手をポイ捨てしたというデマが拡散されてしまい、俺は大炎上。ネットで人気になって勘違いしてるだけ。もともと嫌いだったから。ダメ、エンジはきっぱり否定してる。この女性の言うことが事実とは限らないよ。エンジ信者の擁護を打つ。エンジのことよく知らないくせに。アンチとファンの対
対立により炎上はますますヒートアップしていく。彼女がいたことは事実ですが、黒羽さんという人と浮気をしていたというのは事実無根のデマです。とツイートしたが、浮気をしていない証拠にはならず、ますます炎上。ビザメ、俺どうしたの。こっちは悪いこと何もしてないんだから堂々としてましょう。ビザメ、炎上の余波はとどまるところを知らず、イベントがキャンセル。はい、仕方ないですよね。すみません。こんな状況なんで、今度のコラボ配信はキャンセルってことで。ですよね。すみません。次々とイベントやコラボがキャンセルされていく。来月の出演料と収益が。このままだと、本当に活動休止？なんで俺がこんなことに。誰に言われたの？俺はエンジ。ソラさん！エンジ君元気してる？いや、もうボロボロって。仕事激減しちゃって。そっか、じゃあ今度のイベント出られる？ソーラさん、俺今大炎上中ですよ。うん、でもさ、エンジ君は悪いことしてないんでしょ？はい。私たちはエンジ君を信じるよ。本当ですか？なんで俺のことを。今までたくさんうちのイベントに貢献してくれたもん。だから次のイベントを復帰の足がかりにして。ソーラさん、ありがとうございます。よし、モチテクスイベント出演します。今イベント出演って大丈夫なの？ああ、そして復帰後初のイベント、今日のゲストはエンジさんです。おかえりエンジ。復帰待ってたよ。やっぱり出てよかった。気づけばイベントも終盤。では先ほどの試合の結果を見てみましょう。結果は許さないわよ。あなたはよくイベントに来てくれてた。あんなに愛してるって言ってくれたじゃない。言ってないぞ。嘘よ、目を見て手を握って優しく言ってくれた。それもしかして握手イベントのことか。スパチャした時も必ず愛してるって言ってくれた。それは俺の決め台詞だろ。まさかあんたか。鉄の配信で浮気されたとかいうデマを流したのも、動画を荒らしたのも。だってそうしないとエンジ君返信してくれないから。なんてことしてくれたんだ。あなた降りなさい。リスナーだって気になってるはずよ。みんなの前で謝罪して。そうよ、はっきりしてよ。どうなってるの？浮気は事実なのか？俺は浮気なんかしてません。じゃあ証拠あるんですか？浮気してない証拠なんてどうやって出せって言うんだよ。エンジが浮気してないのは事実よ。誰だ？私はエンジの彼女よ。ひさめ、あんたたちよく見なさい。これがエンジが浮気してない証拠よ。ひさめ、ひさめ、はいはい、配信疲れたよ、頭撫でてよ。ああ、もうひさめ、俺たちずっと一緒にいような。エンジたまには誰かと遊んだら。やだ、ひさめといる方がいいもん。どう、エンジは家にいるときいつもこうなの。こんな人が浮気するわけないでしょ。あらまー、これは演技じゃないな。エンジ君って普段はああなんだ。わかった、この女が言うことは全部嘘。違うわ、捏造よ。私とエンジ君を引き裂くためにこの女が。カモン、ケビン。いやー、エンジ君がもうちょっとで私のものになるの。離して。おお、エンジの彼女すげー、かっけー。さあみんな、イベントの続き楽しみましょう。その日ネットでは黒羽乱入事件がトレンド入りした。黒羽とはその後二度と会うことはなかったが。いやー、エンジ君の活動が見られない。その所業が親に知られた黒羽は、俺のことを忘れるまでネットもイベントもない土地で修行の日々をしているらしい。俺はあのクソ恥ずかしい映像が出回ったことで浮気が手間だと証明されたが。イケメンなのにヘタレなとこが最高。前はキザなだけかと思って嫌いだったけど好感度上がった。エンジ君をイベントに呼んでって声が前よりも増えたよ。俺のクールなイケメンキャラが。前より人気になってよかったじゃない。もういい、サメがいれば。完全にヘタレキャラになっちまった俺がさらなる活動をするのはまだこれからの話。